5月30日木曜日、怒ってもいいとも、怒っていいともですね、ごめんなさい、すみません、本日は、加藤さん、諸事情のため、降板となりました。で、私が急遽司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと緊張しますが、いつものように、ご意見番のご紹介に参ります。島田洋一先生、福井県立大学名誉教授、島田洋一先生です。はい、よろしくお願いします。麗澤大学国際学部教授、佐々木瑠衣さん、はい、先生、お願いします。そして、タレントの千葉玲子さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは入っていきましょうか。はい、先ほどね、島田先生がちょっと怒っていた自民党脱税疑惑、うん、稲田朋美先生の件です。まあ、大丈夫、怒ってないです。ちょっと待ってください。すいません、千葉さん、よろしくお願いします。1番です。自民稲田氏、税優遇認める、裏金原資は否定、支部に202万円寄付。自民党の稲田朋美幹事長代理は2020年から22年に計202万円を自らが代表を務める党支部に寄付し、所得税の一部を控除される税優遇を受けたことを認めた。政治家が自らが代表を務める政党支部に寄付し、税優遇を受けることは過去にも問題視されてきた。千葉さん、これ2番も合わせて。はい、わかりました。恥ずかしくないのか、裏金受けていた自民稲田朋美氏に税控除発覚で猛批判。12年前の発言がブーメランに。渦中の稲田氏だが、12年前に発したこんな発言も掘り起こされている。政治を信頼できるではないかと、政治を信頼できないのは国民の皆さんの考え方なんです。政治不信の根底には国民のモラルの低下があるのではないかと思っております。これは2012年4月16日、ホテルニューオータニで開催された政治資金パーティーにて、意気健康に熱弁を振るっていた稲田氏による発言である。はい、民主党政権、はい、はい、ここまででいいです。先生、ふざけたこと言ってますね。この稲田氏、私が有権者のね、福井一区から出てて、はい、うん、今年ね、議員もう19年目なんですよ。あ、そんなになりますか。19年もやっててね、この、まあ、脱税行為がこれ一件だけっていうことはありえないしね、はい、で彼女はね、もう財務省のペットと言われるぐらいね、うん、あらゆる増税のね、旗振り役を進んで務めてきたんですよね。うん、まあ、増税の話があると必ず、はい、彼女はね、自民党の部会から出てきて、うん、で他の議員がみんなこう顔を伏せてね、逃げるわけですよね、増税の話だから。だけど彼女だけね、わざわざカメラの前に出てきてね、いや、これ増税が必要なんだと、うん、でないとこれ日本の財政破綻するんだと、うん、そんなこと言いながら自分はね、脱税しとるというね、うん、これ論外ですよね。しかも国民のモラルが低下してるとかね、説教しとったわけですからね、はい、これは議員辞職でしょう。そうですね、うん、しかし稲田朋美さんのこの表現ぶりというかね、つまり安倍さんね、元首相に対する裏切り行為も含めて、ええ、LGBT 法案も含めて、はいはい、なんかぶち切れてますよね。ちょっとおかしいですよね。彼女ね、まあ、早稲田大学出身ですけどね、はい、当時から知ってる、まあ、学友たちの証言いろいろ聞くとね、もともとチャラチャラした人だったと。ところがね、うん、彼女 のお父さんの椿原さんという方、ね、はいはい、これ教育者としても立派な方で、うん、保守派の運動もしておられてね、まあ、京都あたりの学校の校長とかもお勤めて、はい、非常にまあ保守派の間でね、信頼扱った方なんですが、うん、でその方がね、非常に厳しくね、稲田さんに関して歴史問題中心にね、うん、ビシビシ、まあ、鍛えてたということで、うん、実は私、稲田さんとまだ仲良かった頃で、はい、いっぺん稲田夫妻と私ともう一人、高池さんっていうね、はい、弁護士の方、うん、まあ、夜飲み会やったんですが、はい、その時稲田さんがちょっと酒入ってね、私、お父さん大嫌いなんだと言うんですよね。もうとにかくいちいちね、うるさいんだと。で、まあ、その時は、まあ、まあ半分冗談扱いしてね、はい、済ましたんだけど、まあ、実際そうだったんですよね。つまりお父さんにね、タガをはめられた時期まではよかったんですよ、うん、
ところがね、2016年ちょうど稲田さんがね、はい、防衛大臣やってる時に、はいはい、あのお父さん亡くなったんですね。あ、その時代ですか、うん、そっからあれ防衛大臣の途中ぐらいから特におかしくなったり。そうですね、うん、だからちょうどね、あのこうお父さんっていうタガが、うん、亡くなったのとね、時を同じくして、うん、もう、まあ、本来のチャラさっていうのが出たっていうかね、うんうん、でそしてあの、まあ、左にウイングを広げて師匠になったりとか、はい、妙な野心持ったりね、うん、まあどんどんあのおかしくなりましたね。そうですね、あのね、今先生言われたね、その防衛大臣時代って、うん、僕はあの当時ちょっといろんなことがありまして防衛省の中ずいぶんあの出入りしてて、うん、いろんなあの幹部とお話ししたり、まあ、夜も酒飲んだりしたもう一番密な時代だったんですけど、うん、みんな言っていたのは稲田防衛大臣を何とかしてくれと、もう自衛隊が動かないと、うん、防衛省が全くわけわかんないと、うん、そして注意するんですけど逆切れなんですね逆切れしてもう二度と入るなみたいな暴走して、で勝手に今度誰かに意見聞いてきたっつって何かをやろうとするんです。だから、うん、もうまるっきり防衛省の中がひっちゃかめっちゃかになって、だから多分何人か安倍さんとかの方向まで行って、うん、なんとかやっぱり稲田さんちょっと問題だと変えてくれみたい な、 なんか直訴もあったっていうことを僕聞いてるんですよね、うん、まあ、だからあの当初はね、うん、さっきも言ったように、まあ、お父さん、はい、がガシッと締めてたから、うんうん、まあ、私も恥ずかしながらね、うん、はい、稲田さんに非常に期待した時期あったんですよね、うんうんうん、で当初はあの、こういうとなんですが服装とかね、うん、化粧なんかも、まあまあ、むしろやぼったいというかね、いい意味でね、はい、そういうことを私気にしないっていう感じがあったんですけど、うん、はい、その後あの服装とかもどんどんね、そうですよ、網タイツ、網タイツで有名になりましたよね、でチャラくなってきたりしてね、でもこれやっぱり安倍さんが行った人事のね、うん、こう失敗の、まあ、一番大きいのがやっぱりこの稲田さんをどんどんこう上に上げたということと、あとはやっぱり河野太郎をね、うん、外務大臣防衛大臣にしたと箔をつけちゃったっていうことですよね、はい、うんうん、まあ、河野太郎さんのあれね、どうですか佐々木先生。あ、稲田さん、はい、あの直接そんな知らないんですけども、うん、あの私九州総局総局長の時代にですね、はい、まあ、前任者がもうすでに敷いたレールがあって、はい、まあ、あの講演会があったんですけどね、うん、その時にあの稲田さん講師としてお招きして、うん、でその時にあの直接私ね、稲田さんから聞いてへえと思ったのは、はい、そもそもね、あの政治だの歴史認識に興味なかったと興味なかったんですって、うん、でご主人がですね、はい、弁護士をされてるみたい で、はい、で家に月刊正論があって、はい、パラパラ読んでたらなんか私の知らないことがいっぱい書いてあるっていうんで、うん、そこからなんか関心を持ち始めたみたいなんですけれども、まあだその程度、まあ、なんじゃないでしょうかね。すごいなそれで、ね、あの網タイツの話もありましたし、あと、はい、まあ、福井はあのメガネが有名ですかね、うん、でメガネのドレッサーなんつって ね、 なんかあの見てくれになんか関心が移っちゃったみたいで、もともと軸がなかったんじゃないでしょうかね。そうですね、僕はあの覚えてるのは週刊文春が稲田さんのなんかのちょっとしたスキャンダルっぽいのを取材してて、そして稲田さんにね連絡取れないんだなんて言ってたら、なんか娘とディズニーランドのに行ってきた帰りですっていきなり文春の本社に現れて、そこでインタビューを行って、でその時になんかあのそのやっぱりねディズニーランド買ったようななんか変な帽子をかぶってたと、その感覚がおかしいじゃないですか、うん、でもねすごいなと思ったんですけどね。彼女はあのさっきも言いましたけど、はい、左にウイングを広げてね首相を目指すと、うんうん、でまあ、それで完全に、ね、極左に取り込まれましたね、うん、であの極左から見るとね、うん、福島現実を見ぞとかね辻元清美とか、はい、あんな連中が自分らもイデオロギー近いけれども、はい、あれは野党だし役に立たないんですよね、大して影響力ない、うん、ところが自民党の中にね、うん、極左の拠点を作るとやっぱり政策作りに影響力持つんでね、うん、だから狙われたのが稲田朋美氏とね、はい、森雅子氏ね、この二人特にでどっちも弁護士ですけれども、ね、うんうん、でだからあの、ね、自民党の中にいるね極左に取り込まれた議員っていうのは一番立ちが悪い、はい、で女性議員の場合ね、うん、はい、やっぱり女性枠みたいなものが閣僚にありますから、あのトントン拍子でね、はい、あの二段飛び三段飛びでまあ出世するんで、うん、安倍さんが特に稲田さん、最初可愛がってたんですよね、だからね期待してたんですよね。極左方面としてはね、うん、稲田朋美っていうのを一番これ捕まえたらね、いいね、あのターゲットだったと、うん、ここまんまとやられましたね、うん、なるほどな。あの地元で稲田さんを落とそうというような作戦運動もあるって
って聞いたんですか。稲田さん当初ね、はい、最も支持した団体が神社関係ですけれどもね、はい、で私神社関係の人たち、まあ、親しい人いっぱいいるんで、うんまあ、彼らは完全にね、うん、稲田氏にはまあ呆れてると。特に神主さんの場合ね、うん、はい、稲田氏、まあ、LGBT に、うん、のイデオロギーに取り込まれてね、ですけどもね、はい、うん、例えば同性婚のカップルがね、お宅で親善結婚したいんだと言ってきてね、それ神主さんが断った場合に差別神主としてね訴えられかねないと。だから もろいね、直接的な関心事なんですが。なるほど。だから稲田朋美っていうのはそういう問題でもね、とんでもないと、うん、いうことで離れたんですが、で福井区のね事情で言うとね、はい、今稲田氏に対抗して手を挙げてるのが、うん、立憲民主党を推薦のね、はい、西山理恵さんっていうね、実は今日、うん、私来る時もね、はい、西山理恵氏っていうのが街頭でね、うん、マイク握ってましたけども、これとんでもない人でね、SNS がこう暴露されて問題になりましたけども、はい、ちょっともうここで言えないようなね、非常にこう性的などぎついね、こう言葉を使ってね、うん、こうわーわー言うタイプでね、うん、でだからここの人物ではね、いくら稲田氏嫌でもね、これに入れるわけにいかないと。でもう一人手挙げてるのが、まあ、共産党のね、はい、金本さんっていう、昔から何回も出てるね、うんお、まあ、おばはんっていうのも失礼ですけれども、うん、だからね、今のところ選択肢がないんですよね。でもこれそうしましたら先生、福井県っていうのは災難ですね。いや、災難ですよ。まず災難でね、済ませるわけにもいかないんでね。そうですね。誰か立派な人を立てないといけないですけどね。なるほど。いや、しかし、本当そうだな。でね、さらにね、ちょっと許せない事態ということで、うん、政治資金規正法、この改正問題ですね。すいません、4番お願いいたします。はい。自民が規正法修正案、違反時に政党交付金減額。自民党は衆院政治改革特別委員会の理事懇談会で政治資金規正法改正に向けた修正案の概要を示した。野党の主張を一部受け入れ、規正法違反で所属議員が起訴された政党を対象に政党交付金を一部減額する制度を設けることなどを盛り込んだ。公明党の意向を反映し、施行から3年後をめどに規制法を見直す条項も記した。パーティー券購入者の公開基準は現状の20万円超から10万円超に引き下げる立場を譲らなかった。5万円超を求める公明党は一貫して主張してきた内容が一部反映されていないとして修正案を持ち帰った。はい、ありがとうございます。相変わらず自民党は率先して裏金疑惑から始まったそういった不信感を完全払拭しようという前向きな姿勢はないということですね。佐々木さん、どう思われますか。そうですね、まあ、この話はもう去年のね、暮れから始まって、で知見も動いたりもしてましたけど、うん、はい、ずっと思ってるのは、うん、ちょっと今回のこの修正協議もなんか、公開パーケンの公開基準のね、はい、額を下げ幅うんぬんつってるんだけど、うん、そもそもこれ裏金裏金って言って、うん、別に裏金自体がね、うん、悪い話じゃないし、うん、要はその不記載だったっていうのはまずそこが問題だっていう、それはそれで、まあ政治資金規正法違反ということなんで、ね、うん、そこは問われてしかるべきなんだけど、はい、どうも印象操作が先に来てるような気がして、うんうん、でそれに対して自民党もですね、しっかり反論してこなかったっていうのが、うん、岸田さんですけれどもね、はい、ずるずる、まあ、こういった事態を招いてきてるのかなっていう気はするんですね、うん、うん、まずそこからなんですけれど、あとはこの何回も申し上げてるんですけど、うん、やっぱりこの政治と金をめぐる問題のこの核心部分っていうのはこの問題で浮上明らかになった外国人の話なんですけど、まあ6番になっちゃうんですか、はい、まあ、それはまあ後ほどということですけれども、うん、これは下げ幅の問題じゃないと思うんですね。この5万と10万何が違うのか、私ね、うん、自民党と公明党の主張の5万円の違いがわからないですね、うん、で下げればいいってもんじゃないと思うんですね、はい、下げたら下げたで、うん、名前とか出てくるわけですから、はい、まあ、偉そうなこと言うと憲法で思想信条の自由が保障されてるではないですか、うん、そうなってくるとこの自由の中にはですね、うん、やっぱりその自分の思想信条を知られたくない自由っていうのがあるわけでね、うん、なるほど、でもっともっと政治参加をしたいっていう人にとってはですね、うん、そういった思想信条の自由を侵されることにもなる、うん、すなわち政治参加の道が閉ざされていくっていう制限されていくっていう
危険性もあるんですよ ね、 なるほどね。そのだから下げないって問題じゃないと思うんですよね。そのどうですか志村先生、今の話の流れでは、うん、俺今、まあ、おっしゃったことに加えてね、うん、失礼、ある特定の政治家とかね、はい、政党政治団体を応援したいと資金的にね、うん、と思う人たちが集ってですね、うん、それをパーティーと呼ぼうが集会と呼ぼうがね、はい、行うというのはこれ最も正当な形のね政治資金集めなんですよね、うん、その税金を持っていくというよりもね、うん、有志がお金出してパーティーをしてね、うん、実情政治献金する方が、はい、まともなんですよね、うん、だから日本保守党なんかはそういう格好でね、うん、今後も続けていくと言ってますし、うん、だから民主党立憲民主党の議員だって、ね、そういうことで、まあ、いっぱい予定したわけでしょ、はい、ところが建前的にね廃止とか言い出して恥かいとるわけですけれども、うん、もう一番の問題はですね、外国人にパーティー券買ってもらったその、ね、そこですね、中国人ですよね、特にそうですね、そうですこれは中国人がね、うん、日本の政治家に献金する場合、うん、当然中国共産党のコントロールが効いてるわけですね、はい、でその金出した見返りっていうのを求めてくるわけですよ、うんうん、だから買収もう贈賄行為と言ってもいいぐらいでね、うんうん、だからそこをね一番最初に禁止しないといけないのに、うん、これも全然入れないと。でそこ批判されるからようやくね、うん、今後の検討課題にしますとか言い出してると。それもデタラメですね。で野党今後どころじゃなくて早急に禁止しろって話ですよね。全くそうですよね。だから全然要するにね本丸のところをやるつもりはないということね。佐々木さんどうですか。だから外国人の寄付を禁止しておきながらね、これ事実上の寄付じゃないですか、うん、でこちらだけが認められるっていうのはですね、これは腑に落ちないですね、うん、もう合わせるべきだと思いますね。しかも、うん、岸田さんのところが一番中国人のパーケンパーが集まってるの多いじゃないですか。いやそうなんですよ。総理自ら襟を立たさずして、うん、何をやっとんやって話ですよね、うんうん、でしかも僕は腹が立っているのは今回 の、 その日中首脳会談、まあ、首脳って言ったって李強首相ですから格下なんですけれども、うんうん、会ってまあいろいろ福島第一原発処理水海洋放出それに伴う日本産水産物全面禁輸それに対して全書を求めたところはもう袖にされたと。何を言っても袖にされながらすごく来てるわけですよ、うん、一つも中国に対して強い行動ができないわけですよね、うん、それやっぱりパーケンも買ってもらってるからそういうことも聞いてんじゃないですか。そういうことですよね、はい、パーケン以外僕が回ってんじゃないですか。パーケン以外にも何かあるんじゃないですか、うん、まあまあまあそうでしょうけど少なくとも表にだってね、うん、香港のねなんとか新聞のね、うん、記者がもうちゃんとレポートしてましてね、まだインターネットでこれ見ることができると思います、はい、で記事があって動画付きなんですよ、うん、私中国語読めませんけども、はい、今Google翻訳機もありますし、はい、ディープエルなんて言ってね、うん、いい機能もあってですね、はい、貼ったり貼り付けるとね結構わかるんですね。で私も知り合いの中国の人がいるんで、はい、それで見てもらって、うん、あここほとんど合ってるねみたいな。でそれで私は内容を理解したんですけれども、うん、まあ中国の人もね結構脇が甘いというかね見たまんまで全部書いてるんですね。でまさかうちらっていうのは、まあ、中国人ですよね、はい、個人団体、はい、最大のこの宏池会の最大のスポンサーじゃないだろうな、うん、なんてあははなんて言って、うん、調べてみたら本当にそうだったなんて書いてあってですね、いやもうこれ たまんないなと。いやお粗末どころじゃなくてもうなんか壊れてますね。そうですね、うん、だ2019年22年23年ってね全部アップされてますんで、うん、ご関心のある方はですねぜひ中国語読めないからじゃなくてまずアクセスしてみてください。キーワード入れるとね出てくるんですよ。なるほど、びっくりしますね、うん、そういう形でね、うん、今、まあ、ずっと政治と金の問題で引きずってきて自民党本体がやっぱり崩壊状態に入ってると思うんですけれども、もう国民は誰も期待しないよっていうぐらいまで来てると思うんですけども、その流れの中でなんか変な人が変な希望を持ったみたくて、すいません千葉さん9番、はい、よろしくお願いします。9番、はい、立民泉代表、常に首相になるシミュレーションしている。立憲民主党の泉代表は BS TBS の番組に出演し、政権交代を目指す党の姿勢について過去の民主党政権の反省としてあまり数多くのことを約束しない、また官僚とも単に敵対関係ではいけないし、日米関係も継続から入り信頼関係を大事にしながら進めていくと述べた。そして総理大臣の候補者と党代表を分ける考えがあるか問われたのに対し、
それはない。常に総理大臣になるシミュレーションをしている。当然自分としては責任を担う覚悟を持っていて、それは変わらない決意だと述べた。はい、バカですね。信じられないバカですね。これだっておかしいですよ。政権交代を目指す党の姿勢について過去の民主党政権の反省としてあまり数多くのことを約束しない。まともなんですかね。また官僚とも単に敵対関係ではいけないし、日米関係も継続から入り信頼関係を大事にしながら進めていくと、これなんか中学生に聞いてるような話であって、島田先生これどう思われますか。この、まあ、泉氏っていうのは全く重みがない、うん、だからこの立憲民主党の中でもね、はい、それこそ蓮舫氏とか、うん、辻元清美氏とかがね、うん、もうやりたい放題言いたい放題やってますよね、はい、事実上辻元蓮舫あたりが、うん、まあ、党を仕切ってると言ってもいいわけですけれども、うん、はい、でまあ、本来ならね野田佳彦とか、うん、自分は自衛隊のせがれだとかね、うん、まあ、保守派だとか言ってるああいう人間が対抗してですね、はい、軸を立てないといけないけれども、うん、まあ、野田はじめ自称保守は頼れないのばっかりで、ね、立憲民主党で左翼に牛耳られてるわけですが、うん、まあ、そういう状態を許してるのもこの、まあ、泉氏がね頼れないから、うん、まあ、いわばねバイデンみたいなもんですよだから実際動かしてアメリカの民主党もね実際は極左の女性議員なんかが動かしますけど、ね、そうですね、一応、まあ、先生バイデンはね、年齢的な問題もありますからまだバイデンだなと思いますけど、うん、泉さん若いですからね。若くてこれだと どうなるんだっちゅうね。いやそれでおかしいのは総理大臣になるシミュレーションをしてるって言うんですけど、うん、まあこれ夢見るのは勝手ですけどね。いやそうです、現実考えてシミュレーションなんかできるはずないじゃないかと思うんですが、うん、いやまあただねバイデンが大統領になったようにまあ泉なら言いなりになるからね担ごうというように左翼連合がね考える可能性あるんですよね。なるほどね、うん、だからまあその意味ではねまあ、勝手にシミュレーションしとるわけですが、はい、だ泉なんていうのがね、はい、首相になったらこれはもう本当に地獄ですね日本。佐々木さんどうですか。そうですね、多分うん、彼が言ってるこのあまり数多くのことを約束しないっていうのは、うん、前の民主党政権の時のマニフェスト、うん、だら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 ね、はい、空虚なことを並べてね、はい、何にもできなかったっていう、うん、多分それのことを意識して言ってるのかなっていうのが一つと、うん、官僚とも単に敵対関係ではいけないっていうのはこれ彼ら履き違えたね政治主導って言って、はい、官僚に、ね、怒鳴り散らすのが政治主導だと思っててね、うん、で全部サボタージュ食らって何もできなかったって多分ねそれをね、意識しての発言なんだと思うんですね。でちなみに大体昔はね、うん、それこそ佐藤栄作じゃないけれども、はい、まあ、官僚で時間クラスまでやってね、うん、それからバッジをつけて、はい、で政治家でございますって言ったら振り返ったら官僚たちはみんな自分の後輩だからね、うん、結構言うことは聞いてくれるっていうのがあったんだけれども、うん、力の構造として、はい、今は課長補佐もやってないような、まあ、三下みたいな、うん、三下だったって言ったら失礼ですけどねまあそんなのがね国会議員のバッジつけて、はい、逆に今まで自分の出身母体の省庁の先輩だった上司だった人たちを顎で使おうとしていたのが旧民主党なんですね、うん、あれは非常によろしくないと思いましたね、うん、何も分かってないのこいつらと思って、はい、私は見てましたけれども、はい、多分そんなことを意識して言ってんだろうけれども、うん、じゃあそうしないっていう保証がどこにもないですよね。そうですね、うん、いや僕は本当に常に総理大臣になるシミュレーションしているというふうにまともな顔で言ってる泉さんっていうのを思い浮かべると本当にかわいそうなんだなと思うんですね、うん、つまり現実からどんどん離れていって、うん、党として本当に政権を担ってこの国難の時の日本をどうやって救うんだと、こんな自民党壊れてる時に自分たちが、ね、出て行って立て直さなきゃいけないんだとでそう思って気負ってるんでしょうけれども、支持率を見れば分かるように誰も期待してないですよね、うん、まあそこにね日本の不幸があって、ちょっと僕はもっとこれ怒るを通り越して呆れてしまったなっていう案件になりますね。これ一つだけ直近で言うとね、はい、例のパーティー全面禁止と、うん、政治資金パーティー、はい、というのを法案で打ち出して、うん、ところが岡田克也幹事長はじめね、うん、パーティー予定してたと、はいはいはい、それに対して小沢栄一郎氏がね、うん、お前らアホかという正しい意見を述べてましたけれどもね、うん、だからこの、うん、
勢い込んで約束したことの一つがそれだっちゅうんでしょ、うん、であんまり他のことを約束しないと結構ですよ、うん、じゃあね普通まあ一国会重要法案2つとか言われますけど、ね、はい、じゃあ2つでいいからね、うん、何をするのか言えと、うん、何もないんですよね、うんうん、いやですけどあれですよ、小沢さんは頭がおかしいって言ったんですよ、うん、そうそう、ね、それで、ね、当たってね、当たっていいことを言う、今までずっとねしょぼくれてましたけど、うん、その辺について島田先生はね、なんか X で面白いことをおっしゃってました、なんて言ってましたか、なんか壊れた時計も日に2回は正確な時刻を打つとかって言ってましたね、なるほどなるほど、1日だから小沢もたまにはね、うん、いいこと言っちゅうことですけどね、うん